岩手県東南部にある住田町です。廃校となった小学校のグラウンドに東日本大震災で被災した人たちのための仮設住宅が建てられています。11月、震災直後から被災地での支援活動に取り組んできた信州名友会は、少し早いクリスマスプレゼントとしてラーメンの炊き出しをしようとこの町を訪れました。で、ね、安子の位置でやってて、でここは受け渡しのちょっと状態です。仙台市のラーメン店ウーフー神の協力で行う、題して信州ラーメンサンタです。ラーメンが来ますよってことで、みんな楽しみにして待ってました。本当に感謝しかないですね。まあ、一時はこういう最初のうちは結構あったんですけど、だんだんそういうね、楽になってきたっていう感じで、はい、協力してやってくれるっていうのはありがたいです。最後の炊き出しということでお届けしたいなと、はい、ラーメンサンタっていうタイトルで、はい、まあ日本中で一番早い、どこよりも早いラーメンサンタをですねお届けしようということで、はい、この日はラーメンだけでなくクリスマスケーキも持ってきました。ケーキを提供したのは信州の2つの洋菓子店です。
まずはタクシーのピータース、特別に一足早く、愛情いっぱいこもった、生クリームのクリスマスケーキです。東北の皆さん、これを食べて幸せなクリスマスを過ごしてください。そして松本市のシュテルンもこの日のためにロールケーキを作ってくれました。一生懸命作ったので、これを食べてみんな元気になってください。すいません、研究さんからお土産持ってきました。ありがとうございます。なんか申し訳ない、もらっちゃって。すいません、ありがとうございます。なんかご丁寧、すいません、ありがとうございます。すいませんでした、なんかまたもらっちゃった。すいません、お母さん、すいません。ありがとうございます。ごちそうさまでした。いやいや、すいません、こちらの方です。すいません、なんかごちそうさまでした。ありがとうございます。すいません、でした。なんでみんなこんなに優しいんですかね。またみかんもいただいちゃって、どうしよう。なんでしょうね。なんか日本人に生まれてよかったですね。本当になんか、なんでみんな優しいんだろうと思って、なんかちょっと感動ですね。子供たちにですね、サプライズで内緒です、信州パティシエチームから預かったクリスマスケーキと、あとおもちゃ、実はね、下調べしてお母さんたちに聞いて何が欲しいか聞いてあるんです。まあ、その希望のものを子供たちに届けようというサプライズです。まあね、今日は炊き出しのラーメンだけだと思ってますからね、ちょっとびっくりさせたいなと思ってますよ。これぞまさにラーメンさん。そうです、信州ラーメンサンタです。ちょっとまあ、そういうことで皆さん、これからあの皆さん、子供たちの笑顔を見に行きますよ。はい、おいよ、心準備はいいですか。はい、おいよ、よし、じゃあ頑張っていきましょう。えいえいおーよし、どこからでしょうか。こんばんは、のあちゃん、メリークリスマス。どうも、トナカイのおじさんです。これ日本で一番早いラーメンサンタです。あんとあんと、ちょっとびっくりしてるか。楽しいっすね。楽しいっすね。楽しいっすよ。でもみんなびっくりしすぎて笑顔が出ない状況なんだ。はぁみたいな。ここで笑わせる技ないんですか。そこで笑わせる技、もうこれで笑ってもらわなかったらどうしようもないでしょ。いい大人、こんな格好してる。早いんだけどね、プレゼントです。ありがとうございます。バレーボール欲しかったんでしょ。これなんか完全に明かりなかった。これ怪しい人だね、本当に。じゃあいっぱい遊んでね、元気にね。はい、どうもありがとうございました。こんばんは、こんばんは、こんばんは、ちっちゃいクリスマスケーキです。おー、すごい。日本で一番早いラーメンサンタですよ。すごいね、ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。来年も元気に頑張ってくださいね。はい。メリークリスマス、信州ラーメンさん、あれちょっと、そういうオチやめてもらっていい。ようちゃん、こんばんは。メリークリスマス。メリークリスマス。サンタさんに何をお願いしたかったの。野球。あれ、なんで知ってんだろう。はい、サンタさんから預かってきたよ。クリスマス、元気に頑張ってね。はい、すありがとうございます。どうも、失礼します。失礼します。メリークリスマス。イエーイ。あの、二人で仲良く、また来年も元気に頑張ってくださいよ。はい、ケーキ横になってるよ、大丈夫。はい、またね、メリークリスマスでした。じゃあね、バイバーイ。ラーメン、サンタ、ラーメン。みんな本当に喜んでくれて嬉しいですね。いや、もう乗ってきましたよ、これ。ラーメンさんが。いやいやいや、もう着替えないですよ、このまんまっすよ。やみつきになりそうね。はい、メリークリスマス。なつみちゃん、なつみちゃん、メリークリスマス。かわいいじゃないですか、なつみちゃん。
年は何が欲しかったかな。今年は何サンタさんにお願いしましたか。パズルだ。おお、まさかこれ何だろう。もしかしてこれ開けてみて。何だろう。あ、パズルかも。ディズニーのやつだ。やったね。そしてね、メリークリスマスでね、信州のケーキ屋さんがね、夏美ちゃんのためにね、見て、ケーキ、クリスマスケーキ作ってきてくれたんだよ。ちょっと見てみちゃう？うん、さ、今クリスマスじゃないのにクリスマスケーキ持ってきて、おじさんたちおかしいけど。わあ、すごい。ほら、どう？ほら、夏美ちゃんにメリークリスマスですよ。サンタが。ほら。サンタ転んじゃってるね。ねえ、あれサンタ。サンタ転んじゃってるね。ちょっとおじさんたちと同じ感じですけども、これね、メリークリスマスということで。はい。はい、お届けに参りました。ありがとうございます。はい。じゃあ、来年も元気にね、たくさん遊んで、はい、たくさん勉強して、いい子に育ってくださいよ。はい。バイバーイ。はい。ありがとうございます。よし。ということですね。最後、すべての子供たちにですね、プレゼントを無事渡すことができました。よかったですね。こう、日本で一番早いラーメンサンタ、信州メニュー会の皆さんとですね、それから信州のパティシエの皆さんがですね、子供たちのために一生懸命、やってくれました。それを無事届けられて、ほら、ハッピーですね。はい、僕らも、長野に戻ってから、いいクリスマスを迎えようではありませんか。はい、ね、はい、以上、信州ラーメンサンタでした。信州ラーメンキノコリレー。それとですね、信州のキノコの伝道師塚田健二がですね、ラーメンはキノコだ、キノコはラーメンだというふうにですね、キノコですラーメンと相性がいいということで、県内各地のお店ですね、まあ、キノコのラーメンを作ってくださいということでですね、お願いしているコーナーなんですけども、まあ、今年最後の締めはですね、なんと私のですね、原点となるお店、こちらバン小楽亭で行いない、こちらのお店で生まれて育った原点のお店で今年の最後締めたいなと、はい、こちらの店に行きたいと思います。それでは早速行きましょう。はい、よろしくお願いします。どうも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 。なんかいいね、その相変わらず覇気のなさ。最近ですね、小楽亭の店長になりました秋道くんです。皆さん、どうしていつもそんな元気ない。いやー、わかんないっす。わかんないっす。覇気はないが腕は確か。若干21歳にして塚田健二の原点、小楽亭の厨房を任される実力は伊達じゃありません。そんな若き期待の星が考案したのは、年の瀬を意識したキノコの塩バターラーメン。何かと忙しい年末は低カロリーなのに栄養満点、免疫力アップも期待できるキノコをたくさん食べて元気に新しい年を迎える準備をしましょう。なるほど、なかなか。はい、それではいただきます。ちょっとはるかさん、すごい色結構綺麗ですね。なんかうちの若い人もなかなか成長してる感じがしますけど、汁から。うん、塩ラーメンのね、優しい感じ。うーん、飲んだ後にいい感じですよね。うん、キノコがまた美味しいですね。美味しいですよね。この食感が、あんかけとすごい合いますよね。合いますよね。そしてこの、やりますね、なかなか。バターを汁でこう、かけながら溶かしてもらうと、うん。ナイス味変ですよ。美味しい。こう、宴会続きても忘年会続きだって大変だよ年末はっていう感じの中でも、このキノコを食べて胃腸のバランス整えて、なんかまた次の日も頑張った、いけるぞみたいな、こう12月の年の瀬ラーメンとしたら最高じゃないですか。最高ですね、これ。これいいな。これ何のキノコ、わかりますか。舞茸ですか。すご
すごい天才。じゃあ、はい、次が、はい、これ分かります？なんだけど。セブナピです。よく知ってらっしゃる。じゃあこのセーリングです。お、よく知ってらっしゃる。じゃあこれはなんだ？ヨナシメジ。ってことはですよ、はい、4種類も一気に一杯食べれるという。うわ、健康的にも最高じゃないですか。うん、美味しい。これはいい。これはいいですね。なんか自分一人で考えた割にはなんか腕上げたね。本当に普段何にも喋んない社員でね。もっと明るくね、来年は。明るく。いい年にしたいじゃないですか。ね、どうして年末そんな暗い。そこだけだったんだ。なんかね、明るい感じですもんね。はい、超美味しいラーメンいただきました。こちらの、きのこの塩バター年の瀬ラーメンは12月1日から31日まで1ヶ月間だけ食べることができるんですよね、はい、ランチのお供に、そして飲んだ後の締めによろしくお願いします。なるほど、本当にね、ちょっとね、弟子ながらめちゃくちゃ美味しいラーメンでしたよ。皆さん、ぜひ年の瀬にはですね、このラーメン食べて体調を整えていただきたいですよね。じゃあ行っちゃいましょうか。はい、行きますよ。信州に広げよう、きのこラーメンの和。塚田健二の原点、小楽亭は長野市にあります。はい、今年最後になりました。みんなのラーメンいかがだったでしょうか。今年もこの放送すごく楽しかったね、美咲ちゃん。そうですね、じゅんさん、今年1年2人でたくさんラーメンを食べましたね。ありがとうね。お前、いい加減にしてくれる、はい、ちょっとちょんこづいて最後の最後何してんの。エンディングの邪魔しちゃって、どいてよちょっと。ちょいちょい邪魔しますよね、はるかさん。ちょっともう終わりますよ。何あの振り。ということですね、ちょいちょいあのエンディングがですね、ジャックされるという、まあ、珍事が起こるんですけども、今年最後のみんなのラーメンいかがだったでしょうか。はるかちゃん、今年1年なんかやり残したことありませんか。いや、今年はですね、はい、あのラーメン界のパワフルな皆様に囲まれて、うん、本当に初挑戦もしましたし、うん、再挑戦もしましたし、はい、やり残したことはないです。なるほど、じゃあいい年になりましたね。なりました。私もですね、まあ、今年厄年ということで、まあね、41年間生きてなかった一番忙しい年だったんですよ。素晴らしい。でね、こうやりきった、この年をね、やりきったっていう感じとですね、やっぱり自分の41歳になった体力の変化、自分の限界、体力の限界も感じまして、まあなんかいい年の節目になったので、でもね、また来年もね、この気持ち、体抱えながらですね、もうバンバン爆心したい。1年間みんなのラーメンご覧いただき本当にありがとうございました。来年はですね、またさらにですね、信州のラーメン館をね、元気に応援していきたいなと思っております。はい、皆様、それでは、今年1年本当にお世話になりました。さようなら、ラーメン。